ベスト16第2戦、この世は金と知恵、ダウのマイナス、電源メイン、スネイヤメイン。結構ね、予選のところちらりと見たんですが、割と基本に忠実ないい動きをするメインですが、ちょっと相手が対応型で厳しいか。ケッペタ、中段ガード青は狙い、しかし、アイス中でこれを拾って、ジョッカーきっちり殺しきる。まず一方選手はこの世は金と知恵、ダウト。電源を突き取り戻したいところ。しかし始まりも慎重。ああ面白い、そっからコムリグ寄って、裏からだったらキーパーソン、ああ中段通った。出たの青のせいで、ここは次長、ジェンプ系がカウント。ここで、タネイブカバレ、めぐり通ったが、コモリならない。しかしここでヒットカーブに行くのはコント。残ってるね、そうですね。最後も裏タペ、横いるかガード。ガード我慢。電源、距離を取る。どうやってとどめを刺すか。しかし最後はここで相打ち、拍手相打ち、ま、ここで 1-1。 かぶさったか、逃げるまで持続から、しかしここでまだ縦いるかまで、意外と強い縦いるかまで当たらない。しかしここでギブアスト中段に対して先飛び、あれ出なかった。あっと怪しくなってまいりました、怪しくなってまいりましたよ、これあるある。リビアはね、取れない。中段通した、青からまだ残れ、タクは中段ガード、天元必死の追撃、つながったか、ゲージがない。勝て、さあ、それ電源バリエ。そして最後は頑張ってからのジャンプアイスだ。